皆さんこんにちは。ハイカータイムの JK です。いつも動画をご覧いただき、ありがとうございます。はい。今回、この動画を見ていただいているということはですね、海外ロングトレイルに、興味があるんじゃないかなと、思っております。はい。で、僕はですね、2018年に、アメリカ西海岸側にある、パシフィッククレストトレイル、メキシコとアメリカの国境から、カナダに向かって、歩くロングトレイルになるんですけども、約4250キロ、あるこのロングトレイルに挑戦しました。はい。で、その際に、記録していた、ムービーを、つなぎでですね、これから、YouTube に公開していきたいと思います。はい。歩く旅の面白さを動画から感じ取っていただけると嬉しいです。始まりの動画はですね、自宅での準備から、空港を経て、サンフランシスコに到着し、ハイカーを助けてくれるトレイルエンジェルの家、スカウト&フロードの、家に、お世話になっているシーンとなります。ちなみに、コロナ前と、なるため、動画内では、マスクはしていません。それでは、PCT2018 年、お楽しみください。どうぞ。今から出発になるわけですけども、緊張してきましたね。
Nice to meet you. And you're taking a GoPro while I'm training, right? Yeah. Good. Hi. Hi. Bring it over this way, Jude. There you go. I'm interrupting. Sorry, Sarah. Yep. Oh, you're good. No worries, Scout. It's a pleasure to have you. Don't make me laugh. ハイカータイム。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や一つの道具で2つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などをハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、
動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたら、ぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですね、すぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。